living for you. That's it. That's easy living. あ、ここは今父岩神社に向かう道中なんだけど、この前あの滝を見に行った途中で、その父岩神社の看板を見つけたんだけど、どうやら車でちょっと入っていくには狭すぎる道だったんで、今日はちょっと別日に行きました。ちょっと待って、行けない。いや、ここは絶対無理でしょう、ここ入っていくのは。ちょっとどっか近くの神社に車止めてこよう。さあ、ここがね、ちょうど道の分かれ目になってて、こっちに向かうと、この前行った滝の方に行くんだけど、ここを右に行くと父岩神社に行けるらしい。で、ここがね、驚くべきことに、ここ一応あの抜け道として使われてる劣気とした道路なんだよね。だからね、結構車もまあ走ってるみたいで、大型車は無理って書いてあるけど、普通車は通れるみたいなんだよね。ただこれもう完全にあの車の行き来ができないような道なんじゃないかなと思うんだけど、よし、じゃあちょっとしばらく歩いてみますか。前から車来たら避けられるように気をつけないとな。さあ、今車を止めて、まだ1分ぐらいかな。うわ、これ本当に車通れるとこなんだろうか。うわ、なんか昔の古いお墓かな。あ、もうあんな感じで木も折れたりしてるしな。あ、すごい神秘的なところにあるんだね、この神社は。わ、ここにガードレールあるけど、確かにこんなガードレールもなけりゃこんな道車で通るの怖いな。うわ、あったあったけど、これかな、父岩神社。すごいとこにあるぞこれ。こんな景色見たことないんだ。これを上がっていけば神社があるのかな。一応なんだろうな、軽が1台ぐらい止められる場所はあるけど、まあここは基本的にはもう車で来ない方が良さそうな道だね。なんだあれ、え、何をしてるのあれ、見たこともないんだと。何これ、機械なんだな。父岩神社、どっしりとした岩に囲まれた父岩神社は夏でもひんやりした涼しさが漂います。ご神体の岩が女性の乳房に似ていることもあり、母乳の出ない人がお祈りをすると乳が出るようになると言われ言い伝えがあります。岩から落ちる甘い匂いの水滴が空腹の赤ん坊を救ったという伝説もあります。
本当に落ちてくる水滴が甘いのかな。ちょっと試しに舐めてみようか。上がってみますか。じゃあ、お、すごい急。虫も多いな。あ、これはちょっと足場注意だぞ。父親かな。結構上からポタポタ水が落ちてくるな。やっぱ先日降った雨のせいか、垂れてくる量も多そうだね。さっきの言い伝えによると、この垂れてくる水が甘いらしいんだけど、じゃあちょっといただいてみますか。ここから垂れてくる水が甘いらしい。いただきます。しょっぱいやん。いや、特に味しないな。でもこのさ、父岩の表面が鍾乳石でできてるらしいんだけど、すごい綺麗。なんか翡翠みたいな美しい色してるんだよね。いや、珍しいもの見れた。下から見たらこんな感じになってんだね。いや、もうすごい長い年月を経てこんな形になってんだろうな。これって今ここにポタポタこの父岩から落ちてくる水を下に溜めてるんだけど、なんかあれなのかな、これをまた回収するのかね、父岩の水として。あ、なんかちょっと天気が悪くなってきた。一雨来るかも。そろそろ帰りますか。いや、もうとにかく足場は悪いね。ちょっとあの足が不自由な人とか、ちょっと高齢な人は気をつけた方がいいかも。別に雨は降ってないんだけど、地面が結構濡れてて滑りやすいね。すげえ、ほんとこんな狭い道を車通るんだね。まあ、撮影してる間にも3台ぐらい通った。
この辺りの岩の表面見てるだけで結構時間忘れちゃうぐらいすごい綺麗なとこだったな。あ、なんかこの辺もすごいな。すげえ、これが自然にできたんだからすごいよな。いや、いや、水の量も豊富だね。いや、もう体中ベタベタになっちゃった。岩から垂れてくる水と、もう汗だね。よいしょ、はあ、いや、もうすっかり夏だな。さあ、次はどこ行こうかね。で、帽子脱いでみたら、さっき岩から垂れた水で、なんか汚れができてたな。飲んで大丈夫だったんだろうか。